お疲れ様です。リファイトクラブのガイです。今日はね、雨も降ってたし外出するチャンスがなかったんで、もう急遽ね、トレーニングをこの和室でやることになりました。まずはフロントラウンジですね。バックラウンジ20回いけるでしょうか。ぶっちゃけ楽勝っていうのがね、感想です。でもですよ、これを3セットやる、しかもこの後に足を変えてやる、そしてバックラウンジもやるとなると、やっぱりね、この20回が鬼門になってくるわけですよ。さあ、行ってみましょう。1 2 3 4 56 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1617 18 19 20。はい、はっきり言ってフロントは楽勝です。でもバックはね、フロントはね、倍ぐらい負担がかかるんですよね。で、精神的にもきついんですよ。だからバックを20-20やった後、フロントを20-20の方が良かったかなという気もしますが、いかがでしょうか。じゃあ行ってみましょうか。1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12 13 14 15 16 17 18 19 20。こっちの足がね、パンパンですね。昨日おとといもやってきたんで、多少の筋肉痛がある中やってますけど、これね、30回っていうのは本当来週に行かない方がいいですね。しばらく20回でバランスと足腰作んないとね。それじゃあとりあえずのファイナルトライ行ってみましょう。1 2 34 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1516 17 18 19 20。
はい、とりあえず終わりました。ちょっとね、終盤に差し掛かって大きな反省点があることに気づきました。多分ね、ラウンジの時の前足が突っ張り棒になっていたかなと思うんですよ、ね、具体的に言うと、この足がまっすぐになったままこうか、あれ曲がってるか、もうちょっと腰を落として10回をやったような気がするんですよね。この辺に20回に向けての恐れが入ってますね。とりあえず今回のラウンジはここで終了で、またね、今午後2時ですから夕食の前後にもう一回やってみようかと思います。で、ちょっとシャドーボクシングなんですけども、こうね、どういうのかな、こういうファイティングポーズから、ちょっとまだこっち側ね完全じゃないんですけども、でもおかげさまでなんとかなりそうになってきました。で、病院にもまだね何回か行かなくてはいけないんですけども、痛み止めをもらったり湿布を張り替えたりとかこまめにして、これは試合までには完全に治ります。試合までにはじゃなくて夏までには治ると思いますので、そしたらね、テクニックの方、技術の方もしっかりと学んでいけるんではないかと思います。で、前回シャドーボクシングのところでね、ちょっと公園でやってたところ、ご指摘をいただいたステップ、こういうやつですよね。ちょっと私なりにね、目標を立ててみたんですよ。どういうことかっていうと、ファイティングポーズからちょっと畳の上で裸足じゃなくてすかね、ソックスなんでうまく表現できてませんけども、何が言いたいかというと、3回を1つのねステップのまとまりにして練習しようかと思っています。これはいかがでしょうか。例えばジャブジャブストレートみたいな感じでね、ジャブジャブストレートみたいな感じで足と手を連動させるようにしていく。ジャブストレートフックとかね、ジャブローキックジャブみたいな感じとかね、そういうのをいろいろ3つ1組でシャドーボクシングに織り交ぜて、で、あと回復のための単なるステップも入れながらね、ジャンジャンジャンって言ったり、ジャンジャンジャンって言ったりとかね、それでちょっと1分を組み立ててみようかなと思ってます。もちろんまだね、3回1組っていうのが、そのワンセットがね、十分できてないんで、まだシャドーボクシングを1分やるには至らないんですけども、なぜスタミナと技術をちょっとそろそろね、合わせていく方向も考えていこうかと思って自主トレを続けております。ちょっと息が切れたままのトークなんでさえませんけども、ご容赦ください。それでは今回は以上です。エントリーシートの方もお待ちしております。リファイト、リファイト、リファイト。